おはようございます、山ちゃん。今日は山ちゃん食堂ね、トーストにチーズとマヨネーズ、そしてネギをねたっぷりと使ったとっても美味しそうなブレックファーストを紹介してくださいました。しかもね、動画のそのサイズが3分以下ですよ。2分半ぐらいでまとめられて、で山ちゃんの声がねとってもいいんですよね。あの動画の出来としてはもうね申し分ないと思いますけども、ここでねやっぱり私からのまあアドバイスというか気づきをちょっとね2点ほどお送りしたいかなと思います。1つ目なんですけども、その動画説明欄にね料理初心者ですっていうふうに書いてましたよね。この料理初心者っていうのがねちょっとあんまりいい表現ではないです。実はあの初心者の動画っていうのはあんまり受けないんですよ。まあですんで、どちらかというとね、私は料理教室をやってるわけではありませんとか、プロではないですとかね、そういうふうな書き方だといいと思います。例えば栄養士ではありませんとか、こんな感じですよね。そういう高いレベルの人ではないですよと、普通の人ですよってことを初心者ですって表現ではない表現でやるとまあいいんではないかなと思いますよね。この人なんか料理教室やってないんだと、やってもいいのにみたいにね、どっちかというとそういうふうに思わせる方がいいかなと思いますよね。あと1点気づいたところなんですけども、あのマヨネーズをね、例えばバーッと振ってますよね。マヨネーズを使ってます。でマヨネーズって実はダイエット効果があるってご存知だったですかね。まあこれいろんな説があるんでそうではないっていう人もいますけども、あのマヨネーズってお酢が入っていたりね、それから卵が入っていたり、それから何でしたっけね、油ですか、油が主成分なんですよね。ということで、あの内臓の宿便っていうのが取れやすいという、そういう説もあるんですよ。もちろんマヨネーズを取る量によってなんですけども、今回マヨネーズをあのパンに使った量では結構ダイエット効果高くなり、それから何ですかね、脂肪の燃焼に寄与するレベルですよっていうことをお伝えするといいと思いますよね。ではどのくらい、あのマヨネーズの分量がどのくらいなのか、例えば 20g なのか 40g なのか、ちょっと今回のねパンで使った量っていうのは分かんないんですけども、例えばこのぐらいの量だったら実はダイエット効果に逆にいいみたいですよっていうふうに、ちょっとねこう、あそうなんだ、マヨネーズってダイエットに効果があるんだ、マヨネーズをつけたらどちらかというと太るのかなと思ってたんだけどみたいな、ちょっと意外さをちょっと振り込むといいんではないかなと思いますよね。この辺はだから、調味料の素材をこうね調べて、であこの調味料のことをちょっと今回はトークに入れてみようかなってやると、見てる人聞いてる人がね、あためになるなって思ってくださると思うんですよ。もちろんね、あのダイエット効果に NG なやつを使ってた場合は、それはあえて取り上げないという方法もありますけどもね、この辺でただ調味料これ使ってます、あれ使ってます、それ使ってますっていうだけではなくて、これはこういう効果があるんで私好きなんですよみたいな一言を添えると、この動画がねもうワンランク上がるんではないかなと思います。それではですね、山ちゃん食堂の美味しいトーストの作り方、あの動画説明欄に貼っておきますので、よろしかったらご覧ください。失礼します。